近代地光介悪魔が来たりて笛を吹く。悪魔が来たりて笛を吹くは、横溝正史の長編推理小説。近代地光介シリーズの一つ。宝石に1951年11月から1953年11月まで連載された作品。単行本は1954年5月8日、岩谷書店より刊行1954年に、 第7回探偵作家クラブ賞候補にノミネートされた。本作を原作とした映画2本、テレビドラマ5本、ラジオドラマ1本、舞台1作品が2018年7月までに制作された。また、影丸上なりと JET により漫画化されている。探偵小説雑誌、宝石において、 1951年11月から1953年11月まで連載された。大戦後の混乱の時期、黒猫邸事件と夜歩くの事件の間頃に起きた事件とみなされている。戦前まで映画を誇った貴族の没落、さらに近親相関というインモラルかつタブー視される性関係を濃厚に描写し、そこに生じた悲劇と愛憎劇を密に描いた作品である。 定銀事件や太宰治の車用などの要素を取り込み、横溝が得意とした田舎の飲酒とは、また異なった陰酸さや、本格推理小説の定番、密室殺人を扱い、た作品とは異なった雰囲気を醸し出し、作者の人気作品の一つとなっている。作者は本作を、近代一門の次戦ベスト10の6位に推している。この物語が始まるきっかけとなった事件で、 1947年1月15日午前10時頃、宝石店、天銀堂で保健所から伝染病予防のために来たと称する男が、店員全員に毒薬を飲ませて殺傷し、宝石を奪ったというもの。実在の事件である、天銀事件の被害者を、郊外の銀行から銀座の宝石店に変更して借用している。天銀事件は日本で、 初めてモンタージュ写真を操作のために用いたことでも知られ、この点もこの作品に取り入れられている。横溝正子が雑誌、宝石の求めに応じて、本作の第一行を起こしたのは1951年9月のことで、完結編を書き上げたのは2年後の1953年の同じ9月のことだった。事実も2日前後のことで、稿を起こした日も書き上げた日も共に、 周雨の人と古日であったと覚えていると振り返っている。この小説が完結するまで、丸2年と1ヶ月を要したのは、宝石に合併号が出たり横溝が病気救済したりしたことからで、このため、連載回数は計21回とかなり長いものとなった。連載終了と同時に、城正幸編集長からは、単行本科の商用を受けたというが、 連載の長さと雑誌の都合で一回の枚数が違ってきたりしたため、店舗に狂いがありそうな気がした横溝はひとまず保留していた。しかし、一度書き上げたものに手を加えるのは容易でないことと読み直して店舗にそれほど狂いがなかったので、ごく金賞の手を加えるのみで1954年3月に単行本化することにした。横溝は、 こんなことならもっと早く出版してもよかったのにと、今更ながら苦笑者であると実感している。横溝によると、本作のテーマの廃止が頭に芽生え始めたのは、1948年8月に、岡山の疎開地から正常に帰って間もない頃のことだという。その頃、横溝邸を訪れた、桂山二郎から、桂山が、定銀事件の犯人のモンタージュ写真に似ている。 そして、容疑者として密告されて困った、という話を聞かされる。同じ頃、某死者区が失踪し、その後に自殺隊で発見されるという事件があり、その死者区もやはりモンタージュ写真と似ていたため、取り調べを受けたことがある、と報じられた。このことから、横溝は、モンタージュ写真の人物 X と似ている人間、A、同じく似ている人間 B がいたとすると、 A と B も互いに似ているというアイデアを思いついた。この時、宝石市場で落葉殺人事件の題名で予告を行っている。しかし、うまくまとまらず、連載は開始されなかった。探偵小説を考える場合に、本人殺人事件や、獄門島のように、まずトリックを先に考えて、後からそれにふさわしいシチュエーションを構成していく、やり方と、 犬神家の一族のように先にシチュエーションができたものがあるが、いずれにしても最初の一行を書く前に両方がまとまっており、それがうまく溶け合っていなければ、しっかりとしたものが書けない。ところが、本作においては、シチュエーションはあらかた出来上がっており、トリックも一番大きなものだけはあるが、このトリックとシチュエーションを結びつけるところで、脳細胞がサボタージュを起こしてしまい、不本意ながら、 連載を延期せざるを得なくなってしまった。担当者、武田武彦君には大きな迷惑をかけてしまったと振り返っている。その後も温め続けていた。このテーマが結実し始めたのは昭和26年夏のことだった。夏のことでガラス戸を開けっぱなしにして横溝が物思いにふけていると、夜舞いフルートの音が聞こえてくる。 ケニンに聞くと、林家の上村さんのご霊息対一君が練習して、いらっしゃるのだということだった。横水はこの時の様子を、林家と言ってもテニスコート一つ隔てているのだから、相当離れているのだが、そして、それだけ離れて聞いているので一層身に染みて、よかったのだがとし、私はこのフルートの音に魅了されたのであると、語っている。このフルートの音と、 落葉殺人事件のテーマを結びつけることを思い立ち、本作の第一弾とした横溝は、息子に命じて、上述の上村大一が練習している、フランツ・ドップラーの、ハンガリー伝園幻想曲のレコードを買ってこさせ、何度か聴いた上に、大一にも聴いてもらった。また息子の友人で、フルート作曲に興味を持っている、笹森健英にも来てもらって、両者から、 いろいろとフルートの知識を受けた。この時横溝は笹森に悪魔が来たりて笛を吹くの曲を作曲してもらって適当なところへ譜面を挿入するつもりだった。ところが横溝曰く、付け焼き場の悲しさにはフルートについてとんでもない作語を演じてしまい、しかも雑誌連載中そこを訂正すると一変にトリックが暴露する恐れがあるので結局、 不面を挿入することは見合わせなければならなくなったという。その後その部分は単行本化にあたって訂正されたが、結局不面挿入は諦めている。横溝がフルートについてとんでもない作語を演じてしまいと語っているのは右手と左手を間違って書いてしまったことである。横溝は最後に楽譜をつけようと作曲を頼んだところ、笹森に 右手の指に本ないんじゃ作曲しようがないと言われたと、いい、途中でそう言われたんでがっかりしちゃってね、途中から左でしたって書くわけにもいかないもんねと、この失敗を笑っている。本作は家族階級の車用を描いているが、横溝にはトリックと同時にこういう車用の世界を書きたいとの思いがあったという。ちょうど、ダザイの名前が出た頃で、 落葉殺人事件との当初の題名で、落葉としたのも、斜用じゃ、太宰の本案みたいだからという理由によった。執筆については、僕は、歌舞伎のファンですから、歌舞伎でよく、世界って言いますね。今度は斜用書いてみようかとか、今度の嘘書いてみようとか、と、本作取り組みのきっかけについて語っている。1947年9月28日、 近代地高助の元を訪れたのは、この春、世間を賑わした、天林堂事件の容疑を受け失踪し、4月14日に、新州、霧ヶ峰でその遺体が発見された、椿英介、元死者区の娘、峰子だった。父はこれ以上の屈辱、不名誉に耐えていくことはできないのだ。由緒ある椿の仮名も、これが暴露されると、泥沼の中へ落ちてしまう。ああ。 悪魔が来たりて笛を吹く。父が残した衣装を持参した峰子は、母、子が、父らしい人物を目撃したと怯えていることから、父が、本当に生きているのかどうか砂占いで確かめることになったと説明し、近代地にその砂占いへの同席を依頼する。麻六本木の椿家に出向いた近代地は、計画停電を利用した砂占いに同席した。その停電が終了すると同時に、 家の中に、椿死釈作曲になる異様な音階を持つ曲、悪魔が来たりて笛を吹くのフルート演奏が響く。これは、レコードプレイヤーによる仕掛けだったが、その間に砂占いに出た、火炎太鼓のような模様に、家族の一部の者は深刻な表情を見せる。峰子はその絵が死んだ死者の手帳に、悪魔の紋章の名で描かれていたことを近代地に告げる。その日の深夜3時頃、 椿邸に遭をしている玉虫を焼け丸、元白尺が殺されているのが発見される。ほぼ同時に、椿ば死尺と思われる男が死尺のフルートを持って屋敷に出現し、フルートの音も短く聞こえた。玉虫殺害現場には、前夜と同じ悪魔の紋章がちで描かれていた。警察は庭から死尺のフルートケースを発見。その中には、 天根銀道事件で奪われた宝石が入っていた。金大地は、とどき警部から死者を告発したのが、タイプ内の匿名の手紙で、椿家の内部事情に詳しいものであったことを知らされる。そこには、死者が事件前後に姿を消しており、帰ってくると、宝石の監禁について、書生の賛同、をずま太郎と相談したという経緯が記されていた。 死爵は長くその行き先を警察に言わなかったが、追い詰められて、神戸市の住まであると白状し、確認が取れたことで解放されたのであった。近大地と警部が、家人の聞き取りを進めているところへ、焼け出されて同居している後の兄、新宮俊彦が酒を飲んで乱入、背中にある悪魔の紋章そっくりのあざを見せる。翌日、峰子は死爵の遺書が書かれたのが、 全銀道事件容疑の逮捕前であり、死者の自殺はその事件以外に理由があることに気づいた。それを聞いた近代地は、事件前後の死者の行動には隠された意味があると、判断し、若い出川刑事と共に西に向かった。まず、死者が宿泊した、妻の旅館、三春園のお将から、かつて近くに、玉虫伯爵の別荘がありごもよく見かけたことや、金材の植木や、 達五郎の娘、駒子,子が手伝いに上がっている間に、そこの誰かの種で妊娠し、達五郎の弟子の一人と結婚させられてさよ子という娘を産んだことを聞き取る。近代地は、死爵の行動をさらに追跡し、玉虫白爵の別荘を後で死爵の手になる、悪魔ここに誕生すという落書きを発見する。一方、出川は達五郎から後目を譲られた、植松を訪ね、 辰五郎が空襲で死んだことを知る。彼はなぜか、常に譲れる、金鶴を持ち、植木屋を辞めて、仕事を転々とした挙句の死であった。彼の最後の目掛けは、お玉と言い,い、小駒子と他の目掛けに生ませた子、春尾だけが彼の生きた身寄りであった。出川は、お玉の居場所を探るが、最近の仕事場を出奔したばかり。そのお玉を、小駒子と思われる淡路島のに、妙海が、 玉虫殺害が新聞報道された直後に訪ねてきていた。近代地と出川は淡路島に向かうが、妙海は一足先に殺されていた。彼らは妙海を現場の寺に世話した隣村の十字、児童から、佐世子の父が新宮であること、佐世子が自殺したこと、妙海が新宮の死を予想したことを聞く。淡路島から帰った二人は、 新宮が殺されたことを聞かされる。金大地は単身東京に戻った。彼はそこで新宮が締め殺されたのが家人がほとんど外出していた間だったことを聞き、その状況が新宮の企みで作られたことを見抜く。新宮は妹から金をせびるために皆を追い出したのだ。金大地はモンタージュ写真で引っかかったくらい、天銀堂事件の犯人と死者区は似ていたはず。 今回の犯人は、天銀堂事件の犯人を手下にしていたという推理を、轟警部に語り、当時の容疑者たちの最近の行動を確認する、よう進言する。数日後、天銀堂事件の犯人、飯尾と三郎が、芝の増上寺にて、残殺死体で発見された。同日、金大地が、岡山県警の磯川警部に調査依頼した返事があり、所生の三頭は、 正体不明の別人であることが判明する。近代地は三島が話す、言葉のアクセントからその正体に疑問を抱き、磯川警部に確認を依頼していたのである。同時に、お玉の証言が得られたという出川刑事からの調査報告もあり、佐世子が自殺した時に宿していた大地の父親が、春尾であるらしいこと、春尾の戦傷による右指2本の喪失という、 身体的特徴が三頭と一致することが判明した。とどろき警部と近代地は大雨の中、椿邸に向かった。そこでは、この気まぐれで鎌倉に引っ越す準備中。しかも、その最中にごが悪魔を見て逃げ出すように家を出たという。全員で後を追うが、鎌倉に着いた時、五は主治医のメガが調合した持病の薬に仕込まれた青酸狩りにより死んでいた。 翌日、近大地は残った、全員の前でトリックを解明する。その上で犯人を指摘しようとしたところ、三島は自ら犯人であると名乗り出る。彼は、新宮が、実前子を犯して産ませた子、河村春夫であり、その左肩には、父と同じ、悪魔の紋章そっくりのあざがあった。彼は同じく、新宮の子である左横を、 そうとは知らずに愛したが、出生した春尾を待つ間に、彼が異母兄弟であることを知ったサヨコは、春尾の子を宿したまま自殺した。春尾は、彼やサヨコの運命を作った者たちに復讐すべく、死者を脅して、椿家に入り込んだのである。彼は最後に、悪魔が来たりて笛を吹くを演奏してみせた。その曲は、戦争で宇宙指と薬指を書いた。 彼でも演奏できるように作曲されていたのだ。彼はそれを演奏し終わると同時に、笛に仕込んだ生産カリで死んだ。悪魔が来たりて笛を吹くは1954年4月27日に公開された。東映、監督は松田定治、主演は片岡千恵蔵。悪魔が来たりて笛を吹くは1979年1月20日に公開された。 制作、配給、投影。監督は、斉藤光成音楽は、山本国山、今井博主演は、西田敏行。角川春樹のプロデューサーとしての手腕を見込んだ、岡田茂投影社長の要請で、角川は、本作で初めて独立プロのプロデューサーを離れ、メジャー内部に単独で乗り込みプロデュースを行った。本作は、全額、 東映の出資の東映映画で、角川は東映の雇われプロデューサーとしての申し入れを、これまでの恩返しにもなると承諾した。依頼された時点では何をやるか全く決まっていなかったが、角川は岡田に損をさせてはいけないと慎重に企画を練り、近代地シリーズは2番戦時となるが、工業的な安全イを考えると、横溝作品は外せないし、西田敏行サイドからぜひ、 映画に出たいという強いオファーがあり、西田にやってみて、こういう近代一スケ像もありかなと思い、本作品を選んだ。監督は毎日放送制作の、テレビドラマ版、極門島の視聴率が良かった、斉藤光生を起用した。1978年7月6日、帝国ホテルで制作発表会見があり、岡田茂東映社長、角川春樹プロデューサー。 横溝聖子、斉藤厚生監督、音楽担当の井上隆の山本国山のほか、西田敏行、ワニブ春子、宮内敦志ら出演者が出席した。会見で、岡田東映社長は、横溝氏の原作が発表されて間もなく、昭和24年から36年にかけて東映は、市の代表作のすべてを、片岡千恵蔵の近代一光介で7本映画化、しており、 これで、元の本家に戻ったことになる。プロデューサーに、角川春樹氏を迎えたのは、従来の企業政策から脱却し、新体質の映画作りを目指す東映の新方針に、基づくものだなどと話した。角川春樹は、今回は、プロデューサーとして東映に雇われたわけで、すべて、東映の金で制作する。その第一作は何にするか考えたが、悪魔が来たりて笛を吹くに決めたのは、 井上家の一族を作った時、どちらにしようかと迷ったくらいに印象深く残っていた作品だからだ。悪魔が来たりて笛を吹くを成功させて、東映でのプロデュース第二弾は、高木明光原作の白昼の資格を準備している。宣伝面では音を中心に耳から攻略する方針で、超大型予算をラジオスポットに投入し、これにテレビを加えて、 電波をすべて攻略するなどと話した。また、制作費5億円、宣伝費2億円に、プリント費1億5000万円を加えた、総原価が8億5000万円。配収目標は10億円と設定。9月中旬クランクイン、11月末、完成、12月試写。1979年1月20日から正月、第2弾として一本立封切りすると、 合わせて説明があった。1975年8月11日より23日まで NHK ラジオ第一放送で17日を除く毎晩15分ずつ放送。全12回。原作に忠実な展開。玉虫の密室殺人の謎解きも近代地の説明以外に三島の回想をドラマ化して丁寧に説明している。一方、 椿ばこと、新宮と志彦の関係はいとこに変更され、三島と、いぼ妹とのエピソードは、全面的にカット。妖怪には単に、椿家の事情に詳しい人物として近代地と、とどろき警部の訪問を受けるが、真相を話そうとした瞬間、ひそかに盛られた毒によって、悪魔、と、叫び二人の目の前で生きえる。放送開始に先立って、NHK テレビでは、 日曜日に放映していた PR 番組スタジオからこんにちはでこの作品を特集し主演のシドジョウが語り手の中西竜らと共にドラマの収録をスタジオで再現ミステリー評論家の中島川太郎もゲストで招かれ横溝静止の魅力について語ったまた毎回ではないがドラマの最後で出演者のトークコーナーがあった横溝静止シリーズ愛 悪魔が来たりて笛を吹くは TBS 系列で1977年6月25日から7月23日まで毎週土曜日22時から22時55分に放送された。前後回、原作から次の変更がある。なお、エース家の残したフルート曲が右手の中指と薬指がなくても演奏できるという設定は維持されているが実際に演奏されている楽曲は この設定条件を満たしていない。その結果、演奏している俳優の指の動きは楽曲に合致していない。特に、冒頭で、生前のエース家が演奏する場面では、楽曲に合致しないのみならず、右手の中指と薬指を使わないという条件も満たしていない。オールスターキャストのため、クレジットでは、本来一枚看板でおかしくない早川保津、神瀬秀夫、 岩崎金子、中山真里、加藤し美が二人ないし三人並木となっている。毎日放送制作。名探偵、近代地公介シリーズ、悪魔が来たりて笛を吹くは、TBS 系列で1992年4月9日の木曜日21時から22時54分に放送された。原作から次の変更がある。横溝静止シリーズ、悪魔が来たりて笛を吹くは、 フジテレビ系列の2時間ドラマ、金曜、エンターテイメントで1996年10月25日に放送された。ストーリーは以下のように原作から大きく改変しているが、公丸殺害の密室トリックやすまで石に残された文字など、原作の細かい設定を踏襲している部分は多い。なお、原作設定通りの運指になっている、フルート曲を実際に演奏した。 映像作品は本作が最初である。近代一光介シリーズ、悪魔が来たりて笛を吹くは、フジテレビ系列の2時間ドラマ、金曜、プレステージで2007年1月5日に放送された。視聴率14.4%。原作から次の変更がある。スーパープレミアム、悪魔が来たりて笛を吹くは、 NHKBS プレミアムで2018年7月28日21時から22時59分に放送された。原作から次の変更がある。エンディングクレジット順1979年版の東映映画、悪魔が来たりて笛を吹くと連動して、影丸状なりによりコミカライズされて、同年東京スポーツ新聞社よりコミックスが刊行された。 女性漫画家 JET によりコミカライズされて、名探偵、金大地ス介シリーズ悪魔が来たりて笛を吹くとして、ミステリーデラックスに掲載後、アスカコミックスデラックスより、コミックスが刊行された。悪魔が来たりて笛を吹くに関するカテゴリー、ありがとうございます。